サニータの達也とゆうきです。イエーイ。今日はちょっとマジでちょっとビビってるんだけど、達也的にはゆうきも絶対やりたくないもん。ビビってるんだけど、2丁目の某お店のママにいきなり「ママ100万円貸して」って言ったら、なんてガチでガチでガチで今から電話するのは達也の2丁目の時のママに「起きてる?」って連絡して「はい」って来たから、あの相談があって「電話していい?」って言ったら「いいよ」って来たので電話していきたいと思います。笑っちゃいそう。はい。ママおはよう。はい。今大丈夫？今引っ越し？終わったよ。あ、終わった？あ、そうなんだ。突然でさ、はい。あれなんだけど。なんでしょう。言いづらいんだけどさ。何？100万貸してほしいんだよね。なんでよ。言えないんだけど、ちょっと言えないお金なんか融通できるわけないじゃん。ダメかな。当麻に、あのちょっと当麻には内緒なんだけど。なんで？ちょっといろいろあって、すぐ返せるんだけど。いろいろあってすぐ返せるなら理由は、あと100万までポンと貸せんやろ。100万いくらだったら貸してくれる？だ、理由言わんと何の金か分かんないのに、いきなり理由なしに100万円貸せんやろ。そうだよね。全員電話してもそんな優しい人いる？お母さんが、うん、お母さんちょっと体調崩して、呼ばれ来たりなんか言わなきゃ大丈夫？どういうこと？身内がそこで金貸してって。そう。何で100万円？体調崩しちゃって、なんか手術代で、なんかそれぐらい。それこそ当麻に純粋の願いしたらいいじゃん。当麻ってことで働いてて一生積んでんだから。なんかちょっと当麻もいろいろあるからさ。金困ってないでしょ。困ってんの？いやじゃあいろいろあって。なんだそこ、いろいろ。でも目処ないんでしょ、金借りる目処。そう。100万借りてて、ねえ、貸してくれる人いたら幸せ者よね。幸せにしてくれる？幸せにせんわ。ダメ？ダメ？ダメとは言いづらいけど、100万はでかいね。じゃあ、80万。そのすぐ返せるの目処は何なの？ビットコイン。出金できんやろ？今でしょ？うん。それはまあ、またちょっと。ビットコインは俺、保証がないからわからんな。じゃあ、達也が。追い詰めたくないし。じゃあどうすればいい？どうすればいいって、どうすればいいって、面白く断ったら俺が。断ったら、こっちは悲しい。じゃあ断るか。じゃあ断るか。なんで100万でかいな。ママ、これね、YouTube の撮影企画だったの、ごめん。ごめんなさい、翼ママ。勇気だよ、これめっちゃ優しすぎるから。すごい罪悪感で、じゃあ半端なさすぎる。ごめんなさい。俺の不幸なんてよくある詐欺行為だな。ママありがとう。出演料の払い行為をちゃんとブルーのピンクね。はい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 、出ましたわ。出演料安いよ、出演料安い。おう、100万から50万に落としてブリエママに電話してみるわ。あ、50万だけお願いって言えば勝つと思うよ。あ、50万だけって言って。100万円も、あのね、50万だったらいいよって、誰か50万見つかったらって言う人、見つかったからって言えば分かったわよって言いそう。行ってみよう。とりあえず今夜飲み行くから、その時話聞いてとかって言えば分かった。いや、分かんないけどね。本当に金ないわよって言う人は金ないかもしれない。また連絡してみます。じゃあね、ママありがとう。ありがとうございます。おう、もしもし。お疲れ様です。お疲れ様。どうした？寝てました？ああ、でも起きる時だったからちょうどよかった。あ、今だって、うん、よかった。あのね、ちょっとね、うん、ちょっと全然オフレコっていうか、すごく申し訳ないというか、うん、急になんかちょっとこういうなんか話をしたくないんですけど、うん、50万だけ貸してほしくて。お金、ね、でも今ね、ないのよ。今現金ほとんど手元に。じゃあ15万。ちょっと待ってね、ちょっと待って、まだすぐ折り返してもいい？ちょっと待って、ちょっと待って、待って、ダメ。ごめん、ごめん、ママ、ごめん。何？これ今、YouTube の米屋の企画だったの。ごめんなさい、ブリエママ。ママ、ごめん。
これね、折り返すか言われて、どこに電話されるか。どこに電話されるかと思って今。よかった、よかった、本当に。ごめんなさい。お疲れ様です、ゆうきです。優しい、もう。ママありがとう。すいませんでした。ごめんなさい、すいません、もうしょうもなくて。目を気にごめんなさい。はい。三輪明宏さんの車だったの。もうどうしよう。これ切られた。でもとね、たつやの周りのママさんたちはすごく優しかったです。マジ優しいし、ね、まずあのやっぱりママにまでになる人だから、あのね、ごもっともなことしか言わない。そう、ね、ごもっともなんか、ね、協力してくれた翼ママと武芸ママ、本間ママありがとうございました。新宿二丁目のママ、すごくありがとうございました。なんかこの時間とかまだね、出勤とかも前だし、申し訳なかったです。ちょっとあの顔出しに行きます。ごめんなさい、すいませんでした。ご協力ありがとうございます。すいませんでした。ということで、YouTube のコメント、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。セカンドストリート、達也と、ゆきでした。ママありがとう。